それではですね、僕の方からは、サークル CI2.0 を支える2つのコンテナクラスターというタイトルで、皆さんのお時間40分弱をいただいて、発表させていただきたいと思います。ハッシュタグは CNDF2019 と、サークル CIJP です。よろしくお願いします。まずはいきなりなんですけど、今回福岡に来れてすごい良かったなと思っています。で、福岡というのは僕の中で、憧れの聖地の一つでですね、まあ、豚骨ラーメンが美味しいとか、そういうのではなくて、電動キックボードがもしかしたら、日本で乗れる唯一の場所になるかもしれないっていう、場所だからです。皆さん、この高島、市長が、日本で電動キックボード特区にするっていうのをご存知の人ってどれぐらいいますか？あ、結構知ってますね。じゃあ、やっぱ電動キックボードが何かって知ってる方もいると思うんですけども、まあ、今日本では、事実上、走ることができないんですけども、それを福岡でしようっていうので、すごくエキサイティングなニュースです。で、僕はすごく好きすぎて、自分で、サークルシエイターは全く別に会社を立ち上げるぐらい、好きなので、今回、福岡に来れるのはすごく楽しみにしていました。で、これはまあ、本来なら違法なんですけど、それを合法的に乗れるっていうサービスを日本で立ち上げてるんで、まあ、もしよかったら参加してくださいって言うんですけど、多分福岡だとその必要はないと思うんで、本当に羨ましい限りです。で、まあ、このことだと2時間ぐらい話しちゃうんですけども、今日はもちろん、電動キックボードのことではなくて、サークル試合のことをついて、お話しさせていただきたいと思います。まず簡単にサークル CI なんですけども、当然皆さんサークル CI は何かご存知ですよね。ご存知の人はどれくらいいますか？ありがとうございます。で、ご存知のない方のために、簡単に説明すると、サークル CI はクラウド型の CI/CD プラットフォームで、2011年から僕たちサービスを提供しています。で、現在では、世界最大規模の CD プレイヤーとして、存在しています。で、日本でもたくさんのお客様にご利用いただいています。で、ソニーとか、クラウドワークス、サイバーエージェント、LINE、DNA。で、ここには名前はないんですけども、メルカリといった、大きな、日本のお客様に、すでにご利用いただいております。で、まあ、おそらく CI/CD について、説明というのはあんまり、この会議だと必要ないかなと思うんですけども、簡単に説明すると、僕たちがいつも言っているのはモダンソフトウェアデリバリーの3つの柱というのがあって、1つは左色の青い GitHub のようなコードを管理するサービスがあります。で、そのコードをデプロイする右側オレンジ色の本番環境があります。で、サークル CI はこの一番下の緑のところで、ビルド、テスト、デプロイを自動化するサービスとして、僕たちは CI/CD サービスとして存在しています。で、この緑のところがないと、書いたコードを直接手動で本番環境にデプロイするとか、まあ、毎回同じテストを手動で実行することが必要だったりとかするので、すごく効率が悪くなってしまいます。人手がやっているところを自動化するのが、僕たち CI/CD サービスが提供する価値ということになります。で、今日はサークル CI2.0 を支えるコンテナクラスターについてお話しさせていただくんですけども、まずサークル CI2.0 のおさらい、まあ大きな特徴として、一つは Docker のコンテナをビルドの環境に使えるっていうのがあります。で、これはつまり自分たちの好きな Docker イメージを CI で使うことができるということです。これの大きなメリットの一つは、ステージングや本番環境で、まあ、Docker を使っている場合、それと同じイメージをサークル CI で、そのサークル CI にプルしてきて、その上でテストが実行できるので、CI でのテストを実行するっていう信頼性が高まるっていうことがあります。で、この 2.0 を、わざわざなぜ 2.0 っていうふうに言ってるかっていうと、実は 2.0 の前に古いアーキテクチャの、まあ、サークル CI1.0 っていうのがありました。サークル CI1.0 から使ってたよっていう方ってどれくらいいますか？ああ、結構いいですね。ありがとうございます。で、1.0 なんですけども、これは Docker の前身の、
コンテナ実装である LXC という技術を使ってサークル CI1.0 では、CI/CD をできるようになっていました。なんですけども Docker のエコシステムが急速に発展したせいで、やっぱり Docker をネイティブに使う CI/CD が必要っていう需要がどんどん高まってきたことで、僕たちはサークル CI2.0 を2016年の夏にベータ版としてリリースしました。でそれ以来着実にトラフィックがどんどん伸びていて、今ではですね、1日120万ビルドの、砂漠 CI/CD プラットフォームとして、成長しました。で、1日120万ビルドって言っても、まああんまりピンと来ないかもしれないですけども、これは時間に換算すると、1時間に5万ビルド、1分間に8000ビルド、で、1秒だと約130ビルドを回しているということがあるので、数字を見ていただけると分かると思うんですけども、とても大規模な CI/CD のプラットフォームを、僕たちは運営しています。で今日はこのプラットフォームを支えている、コンテナ2つのコンテナクラスターと、それとそのコンテナクラスターを支える SRE チームの役割について簡単に紹介したいと思います。で今日のスライドは、大きく分けて2つのパートに分かれます。で、まず一つ目は、サークル CI2.0 を支えるインフラ。その中でもクラスターの部分について、解説していきたいと思います。でその後に、インフラを支える SRE の役割っていうのも、簡単に紹介していきたいと思います。改めて自己紹介です。キムと申します。サークル CI には日本人第1号社員として、4年ほど前に入社しました。で入社後はサークル CI2.0 などのプロダクト開発に携わった後、サークル CI ジャパンというのが、まあ日本法人なんですけども、それができて、サークル CI ジャパンの立ち上げを、まあ、テックリードという肩書きで、やらせていただきました。で今まで、まあ、日本法人の注力に、立ち上げに注力してきたんですけども、それもだいぶ落ち着いてきたので、1ヶ月前からは本社の SRE チームとして、ジョインして、まあ、プラットフォームの安定化の仕事をしているっていう経緯があるので、今日は SRE の仕事をちょっとお話しさせていただければと思います。あと、簡単にちょっと宣伝なんですけども、サークル CI ジャパンっていうのが、まあ、日本法人なんですけども、昨年の6月できたんですけども、サークル CI ジャパン知ってたよっていう人はどれくらいいらっしゃいますか？まあ、あんまりやっぱり知らないんですね。で、サークル CI ジャパンのミッションの一つに、日本のお客様を日本語で、日本のタイムゾーン内でサポートするっていう、まあ、ミッションがあるんですけども、まだまだやっぱ知名度が低いせいで、日本語のサポートが、チケットが全然来ないんですね。なんで今、深刻なあのサポートチケット不足っていう問題が発生しているので、もしサークル CI を使っていて、チケットを作りたいっていう時は、ぜひサークル CI ジャパンにチケットを作ってくだされば、僕たちが日本語で対応します。そう、英語を書く必要なくて、日本語で問い合わせいただければ、僕たちが日本語で対応します。よろしくお願いします。それでは早速コンテナのクラスターについて見ていきたいと思います。で、サークル CI では主に2つのコンテナクラスターを使っています。で、1つ目は皆さんよくご存知の Kubernetes です。で、2つ目は皆さんおそらくご存知ではない、Nomad というコンテナクラスターを使っています。今日は40分という限られた時間しかないので、皆さんがよく知っている、もしくはまあ他の方がもうこのセッションでどんどんいいことを話してくれている Kubernetes については、まあ簡単におさらい程度に話して、その分 Nomad の方に、時間を割いて詳しく説明していきたいと思います。で、この Kubernetes と Nomad の、住み分け、使い分けなんですけども、Kubernetes ではサークル CI を動かすためのマイクロサービスを主に Kubernetes 上で動かしています。で、こちらは僕たちはサービスクラスターと呼んでいます。Nomad はというと、ユーザーのビルドを、実際に実行するクラスターとして使っているので、エグゼキューションクラスター、まあ、実行ですね。エグゼキューションクラスターとして、使っています。これらについてもう少し詳しく見ていきましょう。Kubernetes 上ではですね、例えば、課金であったりとか、まあ、ユーザー管理などを、する様々なマイクロサービスが、Kubernetes 上で動いています。Nomad は
というと、ビルドを動かすための、Docker のイメージをプルしてきたりであったりとか、まあ、テストを実行するためには、まずアプリケーションを、起動して、しなければいけないので、アプリケーションのコードをチェックアウトしてきたりとか、その上でテストのコマンドを実行したいっていうことを、ノマド上で、実行しています。で、これを2つに分けている大きな理由の1つに、セキュリティというものがあります。で、ビルドを実行するっていう行為は、ユーザーの任意のコードを実行するということなので、どちらかというとちょっと危険な行為に当たります。なので、サンドボックス化っていうのはしっかりしていかなきゃいけないんですけども、仮にこのクラスターが一つで動いてて、マイクロサービスと、ユーザーのコードを実行するクラスターが一つの上で動いてたとして、もし Kubernetes やコンテナの仕様にバグがあったとき、もしかしたらお客さんのビルドのコードから、マイクロサービスにアクセスされる可能性っていうのもなくはないので、そういうことを避けるために昨 CI では2つのコンテナに、分けています。ではまあ2つに分けるだけであれば、まあ、どっちも Kubernetes でいいんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけども、なぜノマドを使っているかっていうことについては、後ほど詳しくお話ししたいと思います。それでは、ここから2つのクラスターについて詳しく見ていきたいと思います。まずはサービス用クラスターの Kubernetes から見ていきましょう。先ほどもお話したように、Kubernetes については、まあ、他の方々がすごい有益な情報をお話してくださるので、今回は簡単に、お話したいと思います。で、サークル CI には現在60くらいのマイクロサービスが稼働していて、これらがすべて Kubernetes 上で動いています。でマイクロサービス化の経緯を、少しお話しすると、さっきの架空さんの話にもあったようなんですけども、まあ似たような経緯で、昔はクロージャーで書かれていた、モノリス、まあ大きいアプリケーションが一つあって、まあそれがサークル CI の機能をすべて賄うっていうような、モノリシックなアプリケーションがありました。で、これだと、まあテストで問題があったりとか、デプロイなのに問題があったので、サークル CI 2.0 を開発するときに、まあ、少しずつ分割してマイクロサービス化ということを進めてきて、現在ほぼ全てのサービスがマイクロサービス化されています。で、Kubernetes の運用の形態なんですけども、これは、一つ言い忘れたんですけども、サークル CI はほぼ AWS 上で動いています。で、AWS ネイティブというか、まあ、AWS でかなりの部分が動いている部分があるんですけども、Kubernetes の運用の形としては、ECS とか、GKE を使うんではなくて、Terraform を使って自前でインスタンス上に、EC2 インスタンス上に Kubernetes をインストールして、管理しています。これについては少しお話、後述したいと思います。次にですね、Kubernetes 上で、まあ、サービスがたくさん動いてるんですけども、これらのサービス間通信について、使っている gRPC と RabbitMQ について、簡単に紹介したいと思います。で、まずは RabbitMQ なんですけども、これは非同期通信に使っています。で、Kubernetes のような、まあ、大規模な分散システムであると、まあ、裏側でポットが死んだりとか、また、起動したりとか、そういうタイミングが、制御できないってことがあるんで、同期的な通信だと、時々問題が出ることがあるので、サークル CI では基本はできるだけ非同期で、メッセージをやり取りするようにしています。なんで、まずサービスを作るときは、非同期でいけるかってどうかを、ことを考慮して、もしいけなければ、次に言う、gRPC を使います。で、いけないっていうのは、やっぱり非同期だと、レスポンスが、取れないっていうことがあるので、すごいアプリケーションのコードが書きにくくなったりする、ビジネスロジックによっては、そういうこともあるので、どうしても同期的なコードを書くっていう必要がある場合は、次に紹介する gRPC を使うってことを推奨しています。gRPC は、早くて軽いっていうのが謳い文句の Google が開発した新しい RPC のフレームワークです。で、皆さん、ご存知だと思うんですけども、サークル CI 上でビルドを実行すると、まあ、UI のところに、ババババババって、今実行しているコマンドが、
リアルタイムで出ると思うんですけども、これを開発したとき、当初は GRPC のストリーミングという機能を使って、ログを出していました。で、これを使ったときに、GRPC すごいいいじゃないかっていうことになって、ここから自然に他のサービスでも GRPC を使っていこうっていうふうに流れが出て、同期的な通信が必要なときは、GRPC は今、ディファクトスタンダードっていうふうにサークル CI ではなっています。で、GRPC を、マイクロサービス上、Kubernetes 上で動かすときに、一つある落とし穴として、ロードバランサーができない、つまりコンテナ、ポッドをどんどん立ち上げても、うまくバランスされないっていう問題が、サークル CI も、Kubernetes であったんですけども、今日はですね、ちょっとあんまり時間がなさそうなんで、スライドには書いたんですけども、ちょっと説明する時間はなさそうなので、ここはすいません、スキップします。スピーカーデックとかにこれあげるんで、もし興味がある方は、そこで見てもらえればなと思います。すいません。で、最初に自前で、Kubernetes を EC 通常で管理しているって言ったんですけども、これは何でかっていうお話を少ししたいと思います。Kubernetes を使い始めたときは、まだ EKS とか、そういうマネージド Kubernetes ソリューションというのがまだなかったので、これしか方法はなかったんですけども、運用していくにつれて、結構いろんな問題が出てきました。で、一つはマスターノードのマネージメントに etcd とか、証明書の管理をしなければいけないなどの問題が、だんだんペインになってきました。で、もう一つ大きなところは、ユーザーの管理ですね。二つ目、ユーザーの管理で、Kubernetesにアクセスする人のアクセスを、個々にやらなきゃいけないという問題があります。で、最後の大きな問題は、アップグレードを自分たちで行わなければいけないという問題があります。なので、サークル CI では、今 AWS の EKS に移行するっていうことを検討中です。で、EKS はまだGKE、GCP の GKE ほど機能は充実していないんですけども、先に挙げた、etcd がいらないとか、ユーザーの管理も、IAM でできますし、で、アップグレードっていうのは、マスターのアップグレードは EKS がやってくるんですけども、ワーカーのアップグレードはやってくれないので、ここはもうちょっと EKS が良くなってくれるってことを期待しています。で、このマイグレーションについては現在進行中なんで、もしいろいろ面白い話が多分できると思うんで、完了した時には別の機会でまたお話しさせてもらえばなと思います。今何分ですか ?20 分ぐらい。じゃあ、ここまでKubernetes でマイクロサービスを動かしているっていう話を、結構駆け足でしてきたんですけども、実は言うと、サークル CI で処理するコンピューティングに関しては、Kubernetes で処理しているコンピューティングっていうのは、全体がこんくらいだとすると、本当にこんくらいの、規模しかありません。で、実は、じゃあ、残りの全体をどこで使っているかっていうと、ユーザーのビルドを、実行するノマドで、実際にコンピューティングリソースが使われています。で、ノマドのことを知っている方っていますか？やっぱ圧倒的に少ないですね。そっちの方が今日話しがいがあるっていうので、よかったと思うんですけども、ノマドは皆さんご存知、ハッシュコープが書いている、開発しているコンテナクラスターツールで、一応CNCF の参加プロジェクトです。なのでコンテナーツールっていうと、Kubernetes 一辺倒じゃなくて、ノマドもあるよっていう、そういう話です。で、Kubernetes ほど機能は充実はしないんですけども、とてもシンプルなアーキテクチャが売りのツールです。で、とてもいいツールなので、今日は少し詳しく説明したいなと思います。まず、アーキテクチャの話なんですけども、基本は Kubernetes と同じで、マスターとワーカー、左上の、薄い緑が、すいません、下の濃い緑がマスターで、上が、ワーカーに相当するので、ノマドではマスターを、サーバーと呼んで、ワーカーをクライアントって呼ぶのが、ちょっとわかりにくいところなんですけども、基本は同じです。サーバーがジョブのリクエストを受け付けて、それを空いているクライアントに振るっていう、Kubernetesと同じような処理をしています。
ノマドも同じく、経営、クワンティスと同じく、まあ、ジョブを処理するシステムなんですけども、ジョブには大きく分けて、2つあります。1つはサービスの運用などに使うロングランニングジョブ。で、もう1つは1回こっきりの、バッチジョブがあります。で、サークル CI ではどちらを使っているかっていうと、バッチジョブを、サークル CI では使っています。で、このサークル CI で実行するジョブ、まあサークル CI で皆さんが実行するビルドっていうのは、まあ長くても数時間、多分タイムアウトが6時間とかで設定されているので、それ単発のジョブを実行するっていう感じなんですけども、まあこれは言い換えてみればバッチジョブと、言い換えることができます。なので、サークル CI では、サークル CI に、ビルド、ジョブのリクエストが入ってくると、最終的にはノマドのジョブに変換されて、その上で Docker が立ち上がって、コマンド、テストコマンドを実行するという仕組みをとっています。つまり、サークル CI のジョブっていうのは、招待、サークル CI のジョブの招待は、ノマドのジョブのということになります。で、下にある図は、お馴染みだと思うんですけども、サークル CI のワークフローで、ジョブが書いてるんですけども、一つ一つ、例えば JS ビルドとか、ビルドとか、デプロイとか、これらのジョブが一つ一つが、最終的にはノマドのジョブとして変換されて、ノマド上で実行されています。で、右上に、少し赤いで注意書きしてるんですけども、まあ、実際はもう少し複雑で、例えばの一つのビルドの中で並列処理などをしていると、まあ、必ずしも1対1の関係にはならないんですけども、基本的にはサークル C のジョブはノマドのジョブっていうふうに考えていただければ、問題ないと思います。さて、ノマドで大規模な数のジョブを処理しているっていうお話をさせていただいたんですけども、どうやってスケーリングさせているかっていうお話をしたいと思います。で、先ほどもお話したように、ノマドクライアントがサークル CI では最もコンピューティングリソースを使っているので、ここを最適化することで、AWS に支払うコストっていうのが大幅に変わってくるので、ここは会社にとってもかなり重要なトピックです。で、そのスケーリングで使用している最も重要なツールっていうのはこちらです。職人の勘と人の手です。で、これは、もちろん、ジョークで、もちろんジョークなんですけども、半分ジョークではないです。というのも、サークル CI 1.0、2.0 の前のプラットフォームでは、手動で、スケールするっていう作業をしていました。で、アラートが来たら、ヒューボットのコマンドで、いちいちスケールアップ、スケールダウンっていうコマンドを叩きながら、スケールするっていう、まあ僕たちはヒューマンスケーラーシステムって呼んでたんですけど、まあヒューマンスケーラーシステムでやっていて、で、僕もそのヒューマンスケーラーシステムに組み込まれている一人だったので、例えばヨーロッパが起き上がる、僕たちの午後6時ぐらいになると、ちょっと料理をする前に、一発スケールしておいて、料理始めて、で、たまにちょっとスケールが足りなかったりすると、また料理中にヒューボットコマンドを叩くみたいな、そういう、マニュアル作業をしていました。で、なんでこれをしているかというと、まあ、いろいろな諸事情により、ヒューボットのコマンドでスケールしてから実際にビルドを処理できるまでの時間が結構あって、まあ、30分ぐらいあるんですね。で、それだとアラートが来てからじゃ全然間に合わないので、その職人たちの経験と勘で、あ、もうすぐトラフィック上がるなっていう時に、事前にスケールしておくっていうことが、必要でした。で、つい先日、あ、すいません、ここはちょっと話が、時間がなさそうので、スキップするんですけど、やっぱ言います。で、先日つい 1.0 を完全に停止したんですけども、まあ、このヒューマンスケーラーシステムの苦労を知っているエンジニアたちが、みんなズームに集まって、一人ずつ 1.0 のインスタンスをシャットダウンしていく、手動でシャットダウンして、感想を言っていくっていうセレモニーを、ズーム上でして、とても感動的でした。で、さすがに 2.0 ではもうこれはしていません。多分していたら話しないと思います。2.0 では、スケーリングは自動で行われています。で、実際作ってみると、まあ、かなり早い時期に自動でスケールするようにはしたんですけども、実際作ってみると、
かなり構造がシンプルに作ることができました。まずは、左にあるように、データドックで、アラート、まあ、スケールが必要だよっていうアラートが送られてきて、それが、フォワーダーですね。そのイベントのフォワーダーであるオートスケーラーっていう、まあ、これもクバネティスで動いているマイクロサービスの一つなんですけども、こいつが受け取って、それを、AWS の ASG、オートスケーリンググループで、実行するっていうふうにスケールを、実現することができました。で、これは 1.0 でもまあ可能だったんですけども、2.0 で可能になったのは、やはりそのノマドクライアントがすごいシンプルなので、起動、ASG が起動してからトラフィックを実際さばけるまでに多分10分もかからないと思うんですね。すぐに反応してくれるおかげで、こういうシステムが作ることができたので、まあ、これもノマドクライアントのすごいところかなというふうに、僕たちは思っています。こういうふうに自動でスケーリングできるようになったので、1.0 時代に比べて AWS のコストが大幅に削減することができました。じゃあなぜ、ノマドなのか、なんでじゃあ、Kubernetes、2つの、クラスターを、使っている理由というのはセキュリティというお話をしたんですけども、なんで Kubernetes、Kubernetes じゃないかという話を簡単にしたいと思います。一つの大きな理由は、2.0 を開発した2016年の時点では、ノマドの方がクバネティスよりバッチの処理が得意だったっていうことがあったので、僕たちはノマドを採用しました。もう一つ大きな点は、シンプルなアーキテクチャ。で、これは本当にシンプルで、ノマドの、実行可能ファイルっていうのは、ノマドっていう Go で書かれた単一のバイナリーファイルなんですね。で、このバイナリーファイルをサーバーモードで起動するか、クライアントモードで起動化するか、それだけで、クラスターを組めるっていうのがあります。で、もう一つは、ハシコープツールとの親和性の良さがあって、まあ、サークルシールではコンソールとか、ボルトとか、他のハシコープの、プロダクトをガンガン使ってるので、そことの親和性がとてもいいっていう理由があって、ノマドを選びました。で、運用して分かったことの一つに、まあちょっとさっきも同じこと言ったんですけども、シングルバイナリーで使えるのはめちゃくちゃいいなっていうのがあります。メリットの一つは、開発環境で簡単にクバネティス、ノマドを走らせることができる。まあクバネティスを開発環境でやるっていうのは結構難しいと思うんですけども、ノマドとシングルバイナリーのおかげで、簡単に、使うことができます。ノマドクライアントもこのバイナリーさえインストールしていけば、まあ、あとはクラスターに勝手に参加してくれるので、とても、やりやすいです。で、ちょっとこの辺は時間がなくなってきてるんで、そうですね、もう一個ですね、運用して分かったことの二つは、やっぱスケジューラーシステムというだけあって、かなりマシンを効率よくスケジューリングしてくるようになりました。で、これを使うことで、実際には 1.0 の時代よりも少ないマシンのリソースで、2.0 のトラフィックをさばくっていうことができるようになったので、これもコスト削減に大きくつながりました。あとは、すごく安定しているプロジェクトで、僕たちが使い始めてから、ノマド自身のクリティカルなバグっていうのはまだヒットしたことがないので、ここも、まあ、120万ビルドを実行するのに貢献しているのかなと思います。で、今日はちょっとここを話したかったんですけど、あと12分しかないんで、すいません、飛ばします。ビルドが実行されるもんですけども、今、クバネティスに来て、そのリクエストがノマドに来て、ノマドクライアントに行って、実行されますよという話ですけど、ここはちょっと時間がないので飛ばしたいと思います。で、ここまで、技術編ですね、二つのクラスターについて、お話ししてきました。ここからは、組織編、まあ、これを支えている、僕が今所属している SRE チームについて紹介したいと思います。で、SRE の役割なんですけども、まあ、これは言うまでもないかもしれないですけども、一番のミッションは、サービスをできるだけ安定させて稼働する。もしくは、まあ、サービスがダウンしたときに、できるだけ早く復旧するっていうのが SRE の最も重要な任務です。で、それとは別に、プロダクトのエンジニアが、本業のプロダクト開発に、注力できるように、まあ、インフラを支えたりとか、共通ツールを提供したいっていうのも SRE の仕事です。で、あと大きなところはやっぱ障害対応なんですけども、これについてはちょっとプロセスが面白いので、後ほど紹介したいと思います。SRE チームの構成なんですけども、現在10人弱のチームで、4カ国にまたがっています。4カ国にまたがっていると、時差っていうものがどうしても発生して、まあ、通常時差っていうのは、
生産性にはマイナスに働くんですけども、サークル支援の SRE チームでは、それを逆に活用して、常に誰かがチームでオンラインになっているっていうような状況を作り出すことで、有効利用しています。これをすると、例えば障害が長引いた時とかは、もう僕はもう寝るけど、次の人にバトンタッチみたいなような、そういうこともできます。で、こういう SRE でやっている時差の有効活用にする方式を、僕はボーイング方式と呼んでいます。で、この名前は僕は偶然図書館で見つけた航空機を作るっていう、ボーイング777の製造秘話の話の中で、まあ、偶然見つけたエピソードが僕はすごい気に入っているので、これを作ってるんですけども、どういう話かっていうと、この777以前は飛行機の設計っていうのは、選ばれたデザイナーが独自に開発していたっていう、まあ、精鋭部隊が作る製品だったんですけども、777からは、こういったことではユーザーのニーズには、多様なニーズには応えられないっていうことで、世界中の航空機メーカーや航空会社が集まって一つのプロダクトを作るっていうふうな開発体制をしたらしいです。で、この方式をワーキングトゥゲザー方式として呼んでいます。で、この具体的な取り組みの一つに、世界中の技術者が時差を利用して24時間体制で777の設計をしたっていうエピソードがあって、これはまさにサークル試合の SRE とかエンジニアがやっていることだなっていうふうに思うので、僕は勝手にこの方法をボーイング方式として呼んでいます。で、まあ、SRE っていうとちょっとまあクールに聞こえるかもしれないんですけども、泥臭い仕事もたくさんしていて、その大きな一つが障害対応です。で、なんで、障害対応について、サークル支援の障害対応についてお話ししたいと思います。まず、障害に発展しそうになったら、スラックのインベスティゲーションチャンネルっていうところがあるので、そこでまあ話し始めると、自然に人がだんだん集まってきます。で、そこで障害っていうことが断定すると、今度は、インシデントチャンネルに移行します。で、これ二つに分けている理由なんですけども、インシデントチャンネルで、会話を始めると、SRE や、まあ、テックリードのエンジニアたちに、自動で、メンションがされて、叩き起こされるっていうような仕組みをインシデントでは取っています。なんで、もしこれを知らないなんか新人とかが勝手にインシデントでハローとかって言うと、それでみんなが叩き起こされて、すごい怒られるっていうようなことがあるんですけど、まあ、こういうことがあるので、インシデントのを分けています。インシデントで、調査をしやすと、あとはステータスページにアップデートします。その後、インシデントコマンダー、右上の、右下ですね。インシデントコマンダー、コミュニケーションコマンダー、ノートテイカーっていう、人たちをそれぞれアサインしますけども、これは交流します。で、20分ごとに、アップデートします。サークル CI では、インシデントの情報はできるだけユーザーに、届ける、リアルタイムで届けるっていう、文化、まあ、考え方があるので、必ず20分ごとに、Twitter とか、まあ、リアルタイムで表示されるバナーに、表示したりするのをやっています。もし問題なく、問題が解決できて、30分様子見て、再現されなければ、問題が再び起こらなければ、クローズ、晴れてオールグリーンとなります。で、障害が発生するたびに、即座に対応チームが、作られます。これが先ほど言ったインシデントコマンダーとそのチームです。で、インシデントコマンダーは、その障害解決の、責任者で、その次に他の役割が決められます。で、これらの役割は、専任の人が雇っているわけではなくて、その場でインシデントが起こった時に、それぞれアサインしていくっていう感じになります。で、インシデントコマンダーは、SRE が鳴るっていうことも多いんですけども、必ずしも SRE である必要ではなくて、時々プロダクトのエンジニアが鳴るっていうこともあります。各役割の分担を説明すると、インシデントコマンダーっていうのは、その障害を復旧する総責任者です。で、彼女が責任を持ってこのインシデントをリードしていくっていうような、責任です。で、大事なのは、この人が別に問題を解決しなくてもよくて、問題が解決するために必要なリソースを確保するっていうのがインシデントコマンダーの役割です。例えば、エスカレーションしたりとか、この問題に詳しそうなエンジニアを見つけて叩き起こすとか、そういったことをするのがインシデントコマンダーです。
コミュニケーションコマンダーは、インシデントコマンダーから、リアルタイムのアップデートを受け取って、ユーザーに、リアルタイム情報を伝えるっていうのが、コミュニケーションコマンダーです。まあ、これを二つ分けているのは、実際、質のいい、アウトプット、リアルタイムでアウトプットに届けようとすると、まあ、かなりリソースがかかるので、まあ、インシデントコマンダーではなくて、別のコミュニケーションコマンダーが行うっていうふうなことを、しています。で、ノートテイカーっていうのは、これはシンプルで時系列をまとめて、後ほどポストモータム、まあ分析とかで使う、資料、あの時何があって、誰が何をしてどうなのかっていうのを時系列で、詳しく見ていくっていうのが、記録していくっていうのがノートテイカーです。で、それとは別に、実際にインシネットを解決する問題解決チームがあって、これはその問題に詳しいエンジニアで構成されて、されます。インシデントコマンダーとコミュニケーションコマンダーと、連携しながら、問題を解決していくっていうのが、このチームの役割です。はい、ここまで駆け足でちょっと見てきたんですけども、僕たちの今後の SRE チームの、課題っていうものを、シェアしたいと思います。まず一つ目はプラットフォームエンジニアリング部門を設立しようという試みが今あって、これはプロダクトエンジニアリングとは別に、全くプロダクトは書かないんだけども、プロダクトのエンジニアが生産性を上げれるようにするツールを開発したりとか、まあ、インフラ周りを全部やるっていうので、まあ、SRE はそのうちの一つの小さなチームになるっていうことがあります。この部署をまず設立しようとして今頑張っています。であとは、SRE チームの拡大ですね。ここまでの SRE チームの話をしてきたんですけども、まあ、実際にはまだまだ力不足で、プロダクトエンジニアが70人ぐらいいる、70人、80人ぐらいいる中で、SRE チームってはまだ12人弱なんで、正直まだやりたいことができるっていう状態ではないです。例えばNetflixのデータセンターでケーブルを引っこ抜きまくるみたいな、ケイオスエンジニアリングっていうのができるレベルではないので、こういうのができるようになるっていうのが、SRE チームの将来の目標です。でこれをすることで、プロアクティブな SRE の仕事をして、インフラを安定化させていきたいというのが、僕たちの今後の課題です。で、ここまでのスライド、多分次のスライドは、なんか読めちゃった人もいると思うと思うんですけども、サークル CI ジャパンでは、今、人をハイアーリングしています。で、二つ、今募集してて、一つは SRE チーム、in Japan です。なので、僕と一緒に SRE チームをやりたいっていう人を今、サークル CI は探してて、サークル CI に興味がある、もしくはまあ大規模インフラを面倒見たい。あとまあ、コンテナをすごい使ってるので、コンテナについて深く学びたいっていう方は、ぜひ、応募してみてください。で、SRE とは別に、開発者、フロントエンド、バックエンド、両方日本で応募しているので、ちょっとさらっと言ったんですけど、クロージャーを、サークル CI では使ってるんですけど、クロージャーを書きたいっていうマニアックな方は、ぜひサークル CI に来てください。あとは、どちらのチームも共通するのは、先ほど言ったような海外のチームで働けるっていうのがあるんで、こういうバリューに魅力がある人は、ぜひ応募してください。で、最後にサークル CI のカルチャーなんですけども、簡単に説明したいと思います。まず大きなものは、リモートバイデフォルト。エンジニアのほとんどはリモートで働いているので、会社の、制度、いろんなものが、まあ、リモート中心にできているので、すごくリモートフレンドに働ける会社です。で、あとは、多様性っていうのをすごく重視してて、まあ、これはたくさんの、国からなるチームなので、多様性をすごく重視しています。あと、柔軟な働き方っていうのがあるんですけども、まあ、これはちょっとチームによるかもしれないんですけども、チームに面倒をかけない、チームに迷惑ではない限り、柔軟な働き方ができるっていうのがあって、まあ、僕の場合だと、午前中は日本のチームと働いて、で、午後はさっきの電動キックボードの仕事をして、夜は、アメリカの SRE チームを働くっていう、そういう柔軟な働き方もできるチームです。はい、これが最後のスライドです。で、先ほどのワーキングトゥゲザーの話で、僕がすごい好きな、説があったので、それを引用して終わりたいと思います。こうした部品メーカーと航空会社を巻き込んだワーキングトゥゲザーの取り組みは、技術者たちの率直なコミュニケーションを生み出すことに成功しました。
利害の壁が取り払われ、情報や喜び、世界観や理解を分かち合いながら、238のチームで最前線の飛行機作りが進められていきました。で、これを引用した理由は、サークル試合の働き方ってすごくこの文章に表れているなと思ったので、このスライドを締めくくるのにいいかなと思って引用させていただきました。興味がある方はぜひこの後お声掛けください。ご清聴ありがとうございました。残りのクラウドネイティブデイズも楽しんでください。